もう日本維新の会はダメなんですね、本当にね。堀田さんの厳しいご意見は真摯に受けたいと思います。毎週会見のたびに何かの不祥事の新ネタが出てくるような状況ですけれども、金沢さんは正式に離党したわけです。まあ野田聖子もこれでダメなんですよね。それと同じように猪瀬さんも千葉県の地方議員さんが陳情ですかね、偽造して請願、ね、請願か、すみません失礼しました、請願の署名を偽造して議会で辞職勧告を受けるというようなことが起きています。この件に関しては維新として対応いかがでしょうか。すでに千葉維新の会、千葉県総支部の方からですね報告を受けておりますが、処分をしたという形で、4名でしたかね、一番きついもので離党勧告、それから党員停止の半年だったかな、辞職、党内の役職停止かという、3段階でありますが、一番きついものは離党勧告という形で処分を県連のこのガバナンスの下でやっていただいたと報告を受けています。内容としては維新の会の会派のメンバーおよびそれから無所属の方と共謀してというふうに聞いておりますが、実態のないものをですね、請願を許可なくそういうものを提出したということで、あってはならないことだと思いますから、非常に看過できない問題だと思いますので、県連としてはしかるべき処分をしたということであります。大変申し訳なく思っています。先ほど千葉市議会の話も出ました。先週の会見では堀井議員の話が出て、で今週はその千葉市議会の話も出てて、何かこうなんか毎週会見のたびに何かの不祥事の新ネタが出てくるような状況ですけれども、ちょっとこの辺幹事長としてどういうふうに捉えていらっしゃるかお聞かせください。もうこれは言い訳のしようがなくて、毎週のように、内週ももちろんありますけれども、先週今週と、こういう私の方からも、そういうこの至らないところの報告をせざるを得ないという事態については、大変申し訳なく思っています。一方で冒頭発言でその千葉の件をしなかったのは、これは単純に地方議員のことは地方の総支部で管轄し、そして処分に至るこの役員会での決定とは支部で行われて、支部で記者発表、そして記者対応させていただいてますから、そういうこの各支部のこの統治能力っていうのを上げていくということを、私も幹事長として全国をお預かりする立場としてやってきましたから、それは一方で我が党の課題でもあって、全部私が全ての都道府県に介入してやるというのはもう物理的に不可能な規模になっておりますから、そういった意味で各支部がちゃんと管轄する、何かごった時に対処する、処分なら処分をすると、そして、再発防止のための手を打てるということを、愚直にやるしかないというふうに思いますが、今ご指摘のように、そういうこのあまりよろしくない案件が出てくるということについては、真摯に反省をして再発防止のために、動いていきたいと、このように思います。千葉維新のようにそのあまり大きくない府県の組織については、その国会議員がそこの地の人じゃない人がこう代表に収まったりというのがあると思うんですけども、千葉の場合も浦野さんがやってるかと思いますけども、そういう意味ではもう少しその何て言うんでしょう、引き締めみたいなこともそんなにたくさんの人に支持するんじゃなくて、割とその限られた国会議員に支持すれば届きやすいっていう面もあるかと思うんですが、何かそのあたりその各地方の引き締めというのか注意喚起というか、そういえばそういうことを何か党としてどういうふうにこれからやっていくべきかというのはどういうふうにお考えでしょうか。引き締めや注意喚起、それは選挙に臨む公選法も含めてですね、それから日常の活動も含めて、研修やそういう注意喚起というのは事あるごとにやってきておりますし、これからもやりたいと思っています。それから浦野さんについては選対ごめんなさい選対本部の法務長代理でありますが、同時に約10個ぐらいの支部について代表を兼務していただいてます。ですから、常駐で差配しているわけじゃありませんから、一番大事なのはそれを支える、そしてその、このチームとなって、県をガバナンスしていく執行部が大事だと思います。ですから、その皆さんとも、しっかりとこう伴走しながら、最終的には自立していただくという組織を目指すためにですね、今、選対本部が手をかけれる支部についてはやっていると。で、ちなみに千葉は、
確かに鈴木さんおっしゃられるようにそんな大きくない支部なんですが、我が党の中の支部ではまあまあ大きい方で、ですからそろそろこの独り立ちしていただけるようにですね、手離れできるようにしたいなというふうには思っておりますが、とはいえ国党本部がしっかりとケアするというステージを抜け出せないところについては、引き続きそういうこの指導監督またはアドバイス伴走、こういうことをしていきたいと思います。不祥事もそうなんですが、今いろいろその総裁選代表選の中で維新が埋没している状況であることは間違いなくて、やっと維新がその支持の拡大ちょっと伸び悩んでいる状態、むしろ厳しい状態っていうふうになっている中で、東京でもその離党者、区議の離党者っていうのも出ましたし、先ほど話に出た支部長の離党もありました。そういった状況を何かこう食い止めるために幹事長としてどういうふうなことをすべきかっていうのを教えてください。これは各特別党員にもいろいろ思いがあられるでしょうし、状況は様々です。で、離党されたりそういうのも理由は一律じゃなくて千差万別だと思いますんで、そういう方も例えば金沢さんなんかでもなんかいきなり辞めてなんかすごいこう後ろ足で砂かけていったかというとそうではなくて、私の部屋にもちゃんと挨拶に来てくれて、でこれまで の感謝とそれからこの自分の思いを、しっかりとお話ししていただいたし、私もそれは過去の思い出も含めて対応させていただいたという形で、それぞれ千差万別だし、理由も本音の部分と建前の部分というのはあるというふうに思います。組織も急拡大しましたから、一定そういう方が、例えば見解の行き違いやコミュニケーションの不具合等で例えば地方議員さんでいうと県の総支部、直接私が関与コミュニケーション取らない議員も多くおりますけれども、党の執行部それから県の執行部それぞれの当該の国会議員とのですね、密なコミュニケーションというものが、うまくいっているところいってないところがあるというのはそれは認識をしています。ただ今ご指摘いただいたように自民党の総裁選というのは事実上の総理を決めると言われているこの党内選挙でありますから、日本のこの政治イシューの中では最も大きいそういうこの今イベントといったらちょっと語弊がありますがでありますから、それを超える何かこの奇策みたいなものはないですただそれは別に何か指を加えて見てるわけじゃなくて、私がすでに政調会にお願いしたり私自身のスタッフでもやっているのは、各その立憲民主党と自民党のこの総裁選挙代表選挙における主張、各政策のスタンスやそこに対する過去の発言等を含めた政策的な穴で、また何を意図しているのかという政策思想、こういうことをしっかりと分析して、でやっぱりこのままではダメなんだということをその国民の皆さんにしっかりと訴えていくという主張をまとめ上げて、そしてそれを精査し、で我々 その選挙に臨むメンバー、またはそれを支える地方議員、そして党員の皆さんがしっかりと発信しやすいように、この政策をまとめ上げていくということが非常に一番王道だけれども重要だと思うんですね。ですから私はあくまでもこのやっぱりこのいろいろ各種政策が代表選挙総裁選挙出てきて百花繚乱でありますから、私はいいことだと思うんですね。でそれぞれについて論戦をして、で我々が考える、そして彼らが足りないところを徹底的につき、で国民の皆さんの共感を得ていくということをやるのが遠回りのようで一番の近道だというふうに考えています。ありがとうございます。その他ご質問ございますか。それでは以上ご質問ちょっと遅れてきてすいません。金沢さんは正式に離党したわけですか。先ほどちょっとご説明も申し上げましたが、離党届が提出されました。でそれ今決裁を回している途中ですんで、受理の方向で、あとは手続きだけの話です。来週に決裁がまだ未了なので今日は発表しませんでしたが、もうすでに報道に出ているように離党の届けはいただいていまして、受理の方向で手続きやってますんで、それが正式に済み次第、来週の会見では他の方のこの信任とかも発表できますんで、それと含めて一番そのタイミングでしたいと思います。ああいった真面目な人が離党するということはもう日本維新の会はダメなんですね、本当にね。堀田さんの厳しいご意見は真摯に受けたいと思います。それからね、自民党の野田聖子が一番悪いのは、裁判によって自分の旦那
旧姓木村文信ね、現姓野田文信がもともとヤクザであったってことは最高裁で認められたんですよね。だからそれで非常に悩んでるんですけど、まあ、野田聖子もこれでダメなんですよね。それで裁判所に対してどうのこうのどうのこうの言ってるからね。それと同じように猪瀬さんも裁判によってきちんとセクハラをしたと言われてるんですよね。だからセクハラをされた方の海老沢さんっていうのは今地元で全然やってないでしょ、はっきり言って。外線なんかやるんであればね、私は特にね、あの目つけてそれを聞きに行きたかったんですけどね、全然やってないんですよ、うん、あ、お答えしていいですか、はい、あのまず野田聖子議員についてのそういうちょっと不確かなというか、私あの裁判の記録を読んだわけじゃないんで、まあ、それについて今全く関係ないことだと思うんで私からコメントしませんが、あの猪瀬議員についてはあのもうこのやり取りは何十回目かというぐらいですが、あの改めてそれあのセクハラが認められたという判決が出た裁判ではありませんということを改めて申し上げます。それからあの海老沢さんについては何十回じゃないですか、まだ10回も言ってますそれは正確にしましょう、後であのまた数えときます10回ぐらいね。で、まあ、それはいいんですが、あの海老沢さんについてはあの非常に活動をあの一生懸命やっていただいているというそういう支部長だと認識してますんで、あのまたあのぜひウォッチしていただいて凱旋等があるときはあの見ていただけたらと思います。じゃあそのことを気に入ってまいります。はい、どのこと。それでは以上をもちまして感謝会見終了させていただきます、はい、ありがとうございました。